皆さんおはようございます斎良平です今日が2月の17日木曜日ですねはいまずは早速質問からいこうと思いますえー、っと苦手な異性が近づかないおまじないなどがあったら教えていただきたいです最近いろいろな事件も多く心配で個人的な質問になり申し訳ないですがよろしくお願いいたしますまあありますよね まあね苦手な人を寄せつけないっていう意味合いから僕はいろいろね風水とかおまじない的なやつでいろいろ試してみてこれは本当に効果があったなって思ったことは前にも言いましたけど、えー、ラベンダーの匂いのものを身につけるとか、えー、っと紫色のものを身につけるとかっていうのはやっぱねおすすめなのはハンドクリームとかのラベンダーの香りとか今アロマもありますもんね。 アロマも、まあ、いろんな効能があるとは思うんですが、アロマの中のラベンダーを使ってみるっていうのはね、不思議なんだけど、うちじゃ昔からラベンダーのお香を炊く習慣あるもんね。そうですね。あれ言ったよね。はい。あの、週末の忙しい時に酔っ払いとかの人たちから絡まれ始めたら、ラベンダーのお香炊いてって最初に教えられたの。<laughs> <laughs> あれね、僕もね、やってて、やると不思議とね、帰ってったりとか収まっていったりするので、まあ、 あのそういうおまじない風水的なおまじないがあってそれをやるといいよって昔、えー、とある先生から教えてもらって試してみて本当に効果あったなっていろいろあるんですが、まあ、お塩をちょっと持ちなさいとかティッシュでくるんで持っておくとかいうのもいいですし、えー、やっておくといいですよってことでラベンダーはね苦手な人が嘘つかないとかいじめにあったりとかするとか、えー、嫌がらせされるって時にラベンダーを持つと結構効果があったりしますっていうことを一応覚えといてくださいそんな感じかな今日ははい何 ちょっっとさっき気になったんですけど、お<う>そのシャツかっこいいですね。おこれ、はい、あ、そっか、えー、っとですね、これね、ちょっとね、見せようか、こんな感じ、映ったはい、もうばっちりです。はい、えっとね、これ、まあ、虎です、<laughs> あの虎ですっていうのは、<laughs> そっか、じゃその話しようかな、えー、っと、このシャツ、実はですね、僕の行ってる美容師さんが手書きで描いてるんですよ。で、その描いてる絵を見て、 やっぱ美容師さんなんてセンスもあれば手先も器用ってことで上手な絵描くよねって話になってそれシャツにしてよみたいな感じで僕がよく講演会で来てるダルマのやつはですねあのサイさんの顔ってダルマっぽいですよねってことでダルマだったんですあれでえっと今回は僕がのリクエストでえっともう虎年2月からスタートするから1月ぐらいに売ってたのかな髪切り行った時にうんちょっと次虎描いてよって話になってああいいですねっていう感じで虎を描いてくれてたんですで あ,あの、で、虎年とか、あまあ、何にしてもネズミ年だったらネズミ年だし、牛年だったら牛年で、今年は虎年なので、虎年って言ってる時は、よく言われてるのはね、虎年の虎の人形だったりとか、虎の待ち受け画面とか、虎のものを身につけたりとか、虎のキーホルダーとかいうのは、えー、ラッキーアイテムになりますよって言われてる中で、僕も今年自分自身の、 えっと、公演の時の勝負服、なんかいろいろ今までバク、バクって言って悪い夢を食べていい夢を見せるとか、ね、あの、着てたりもしてたし、えー、今、縁起物でだるまだったりするし、今年は虎がいいなーってことで虎にしようっていうことで、えっ、ー、と、やってて、まあ YouTube の時のね、なんか、 ユニフォームみたいにしたいなと思って、結構ね、これね、いろんなバージョンの虎作ってくれたんですよ。で、それもう全部僕欲しいって言って、あの、買って、その中の1枚が今日届いてっていうことで、まあ、なんか、どうしてもトラって、虎のシャツって考えたらね、なんか、偏見とかじゃなくて、大阪のおばちゃんが、やっぱりね、阪神タイガースってのもあって、トラ着てるおばちゃんいる。 っていうイメージがあって、実際に大阪に行った時にマジでたくさんいたなって思ったで、やっぱそれだけ阪神タイガースってもとに対する愛もあったりするし、まあ単純に好きだっていう人もいるかもしれないんですけども、今年は虎年なので、虎のものを身につけるとかっていうふうにするといいですよってことで、この虎のね、シャツを、えー、注文して、えー、着させていただいてますけども、はい、結構ね、これオリジナリティのあるシャツなので、はい、それでやってますってことで、まあ今日は、まあその格好、かな格好。まあこれ、 まあ,ね、あのー「僕だから」とかいうものもあるかもしれないんだけど最近ねちょっとしたキーワードで「うんあのー、かっこよく生きないい,、あのー、いかんぞ」っていう感じの話をされたことがあってその時にバーってフラッシュバックで思い出したことがあったんですよねはい思い出したことがあってまあそのかうんそうか思い出したことがあったなあったなありましたその話は明日しよっかな <laughs> ま、今日はね、せっかく虎年の時は虎のものを身につけるといいよとか、虎のものを飾るっていうことだったりするので、まあ、えー、っと、前にも言った通り玄関にね、絵との置物を置いたりとか、えー、絵を飾るとかっていうのもあったりするし、っていうことで、まあ、虎のものがいいよっていうことをちょっと覚えておいて、まあ、このシャツに、まあ、あの、店長が気づいてくれたのもあったし、まあ、この虎シリーズのやつを今年 YouTube のユニフォームにしようかな。店長欲しいこの虎。 はい。<laughs> いやいらんのよ <laughs> いただきます。いや、いいよ、別に、あの、無理せんで。これはね。いやむしろ、一点ものかと思ったはず。ま、一点ものってわけじゃないけど、数点ものじゃない数点もの。数点ものだと思う。 あの明日からそのトラシリーズ着て出ようかね。了解です。<laughs> なので別にユニフォーム、今年の僕の YouTube が出る時の一つのユニフォームにしてもいいかなってか思ってたので、まあトラ年の背中に書いてあったら分からんもんね。そうだあのね。ま、ナイスツッコミやったんです,ですねはい。なので、あの、うん、いいかな。まあ、これもね、あの、言うやば、明日ね、ちょっとね、かっこよくとか、かっこいいって話をさせていただきますね。ちょっと、あの、あのなかなか重要な話だなって思ったので、 ただやっぱりこの今回の虎とかダルマとかっていうもの自体もちょっといかついですよね。いかついっていうのはね、これね、僕の弱さなんですよ。もともと昇進者だし、えっ、ー、とビビリなんで、えー、っていうところから、あのなんかこう、うん、強く見せたいとかっていうものよりかは、なんかそういういかつい柄が好きっていうのがやっぱりあります。どうしてもね。でもこういったものっていうのは、うん、やっぱり、 その人に会って似合う似合わないっていうのはやっぱりあるとは思うんですよ。あると思います。で、それをかっこいいかっこ悪い、その人に合ったものっていうことなんですよね。僕がいきなり、なんだ、あのシャネルの服とかあるんかね、シャネルの服着てさ、はい、そのなんだろう、なんかブランド物の,のバッグ持って出てできても似合わねえぞって言われるのと一緒で、あの基本ね、ユニクロとか。 えそんなもん G U とかばっかりで服は変わったりするのでうんなんか自分の似合った格好をすることってすごく重要って話をされた時にこういうものこそが僕にとって僕らしいなって思うからえ書いてもらってその上で着てたらなんかすごくホッとするっていうものがあったりするのが僕にとっての虎の絵柄絵だったりするのでえ皆さんも自分のえ今の自分の心境に合った絵ものとか。 可愛いい虎でもいいと思うんですよ。いかつい虎でもいいしって、リアルな写真での虎でもいいしっていうのが、もう今年のちょっとした勝負服になり得るよっていうことを、えー、ちょっと覚えておいた上で、虎にまつわるものをちょっと今年は買ったり身につけたりっていうことはちょっと参考にしてみてもいいかなっていうのは覚えておいてください。あの、物に頼って運が変わるっていうよりかは、まあ気休めかもしれないし、その気になるっていうね、その気がとても重要ですよってこともぜひ覚えておいてくださいね。はい。今がちょうど虎年虎月っていうことで、あ、今日17っつったよね。 ちょうど明日が、えっと、虎年、虎月、虎の日がまた回ってきて、僕は今回回ってくる虎の中でも、この18日っていう日がとってもね、お金と関係する上でも貴重な日になるんじゃないかなと思ってますので、皆さんも明日の準備をしっかりやっておいてくださいね。まあ、通帳を作る、えー、講座を作る、投資講座を作る、何か始めるっていう、お金にまつわる何かっていうもの自体を始めようと思ってる人は、2月18日、ぜひとも意識して、えー、準備を今からしておくようにしておいてくださいってことです。はい、今日は以上です。 はい。明日はちょっと格好についてお話しさせていただこうと思います。明日はまた新しい虎のシャツ着て出てきますので楽しみにしておいてください。はい。今日は以上です。じゃあ、また気合入れて。いや、じゃあガオじゃねえな。よし。行きます。ということで、今日も行きますよ。おっしゃということで、今日も元気よく行ってらっしゃい。お気をつけて。